豊富サティイオン豊富店は、山口県豊富市豊富駅、港口前にあるショッピングセンターで、イオンリテール株式会社が運営を行っている。宝酒造豊富工場、西川敷地内に1982年4月1日に、日 E、パルとしてオープン。地元の商店も、豊久市共同組合を設立し、テナント入店している。その後、 宝酒造法富工場閉鎖に伴い1999年3月1日に、日井東側に店舗を増床し、日井から先に筐体転換。同時にシネマコンプレックスのワーナー・マイカル・シネマズ、豊富などが入店し、拡大リニューアルをオープンした。日井時代は店舗中央に3回吹き抜けのイベントスペースがあったが、リニューアル後は吹き抜けはなくなっている。 甲府サティの出店以降、山口県内では、サティの新規出店は行われておらず、2009年2月28日に、山の田サティが閉店して、以降は、山口県唯一のサティとなっていたが、2011年3月1日に、サティの運営主体であった、マイカルの4リテールへの合併に合わせ、県内にある、ジャスコ公店、安岡店と共に店名を、イオン甲府店に変更した。 イオンシネマ豊富は、イオン豊富店2階に位置し、イオンエンターテイメントが経営する映画館。豊富先と同時に、ワーナー・マイカル・シネマズ豊富として1999年3月1日にオープンした山口県内初のシネコンで、ムービックス集団と同時期に開業した。運営会社の合併に伴い、2013年7月1日より、現名賞となる。7スクリーン。 1678席で、現時点で 3D 上映にも対応。ありがとうございます。